まあね、僕の動画をご覧になられてる方の中には、あの、気づかれてる方もいるんですが、まあ、あの、かねてから、えー、お付き合いさせていただいている、まあ、彼女さんとですね、結婚いたしました。はい。で、まあ、結婚したのは、まあ、約1ヶ月ぐらい前にもう結婚はしてるんですが、まあ、特に今、まだ式を挙げるとか、そういうことはなく、まあ、来年できたらいいねぐらいの話なんですけど、 あの、実はね、僕らってまだ付き合い始めて1年経ってないぐらいなんですよね。僕の中で、もちろん付き合い始めるときは、こう年齢的にも結婚を意識して付き合い始めてはいたんですけど、僕今までね、こう、まあ、自由奔放にやってまいりまして、結婚願望が薄かったりとか、あまりね、そこまで意識はしていなかったんですね。まあ、もし、まあ、結婚するにしても、まあ、1年や2年付き合って、まあ、お互いが結婚したいなと思っていたら、 あの、結婚しようということになってはいたんですね。ただ、まあ、こう、急に、まあ、ほんとに急なんですけど、あの、結婚することになりまして、まあ、その経緯というか、なぜ、こう、結婚が早まったのかっていうのはね、うん、あの、お話しできたらいいなと思っております。まあ、あの、話すかどうかって、まあ、ちょっと迷っていて、まあ、もしかしたら、 まあ、そんなこと動画で話すなとか、あの、ネタにするなとか、まあ、批判的な思いをする方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、あの、ね、例えば、最近まあ僕があんまりキャンプ動画を上げていなかったりとか、カップル動画、まあ二人のカップル動画を上げているので、もしかしたらなんか今までとね、ちょっと動画の感じが違うなって思われてる方も、うん、いるかもしれないので、はい。 まあ、そのお話とかはね、していきたいと思います。はい。まあ、ちょっとね、お話が長くなるので、もしね、ご興味ある方はね、聞いていただければと思います。これはね、約3ヶ月ぐらい前のお話でございまして、えー、どうでしょう。アフリカから帰ってきて、まあ、エプロン製作とか、まあ、結構忙しかった時期なんですね。まあ、10日後にニューヨークに行くと言って、まあ、いろいろ立て込んでいた時期でございます。まあ、その夕方にね、 あの、彼女さんから電話がありまして、まあ、電話に出てみると、まあ、明らかに動揺しておりまして、どうしたんだと話を聞いてみると、えー、検診で引っかかったと。で、まあ、病院から、まあ、すぐに再検査に来てくださいって言われましたと。で、今からお父さんと病院に行ってくるねと言われまして、もう僕もあ、そうかと。あの、じゃあすぐ夜、 行くねという話でまあ電話を切りましてその時っていうのはもうが正直あんまりね深く考えてなかったんですねまあ大丈夫だろうとは思っていてまあ夜え彼女の家に行ってまあドアを開けてみるとえもうすごく泣いていて疲れ果ててる顔をして座ってる彼女がいてうんこれは 尋常なことじゃないなと思って、まあ、落ち着かせて話を聞いてみると、うん。あのー、まあ、ある臓器に影があると。で、まあ、いわゆる数値ってやつも通常の2倍ぐらいあるってことで、まあ、実は彼女は、 あの、もう4歳とか5歳の時にお母さんを亡くしてるんですけど、まあお母さんが亡くなる病気と同じところに影があった。で、まああの先生の様子とか見てると、まあほぼ確実じゃないかみたいな話をしてくれまして、まあ僕も、まあ僕なりに調べてみたんですけど、極めて生存率の低い病気なんですね。うん。うん。 まあ、その夜はまあ、うーん、まあ二人で、ね、泣いて、正直僕もどうすることもできなかったのでね、もうとにかく、あの、そばにいてあげることぐらいしかできなかったんですけど、でも、あの、その時、彼女は、まあ、今日だけは泣かせてほしいと言って、まあ本当に大泣きして、はぁ、 もうその時に、ね、やっぱり死にたくないとか、うん。あと、ね、行きたいし、一緒にいたいし、結婚したいと。で、まあ、あの、子供も産んでみたいっていうね、ことをね、言ってくれて、うん。ちょっと思い出す泣いちゃうんですけど、あー、そう、うん。で、まあ、 落ち着かせて、まあ、多分彼女は、その夜は一室もできなかったと思うんですけど。で、まあ、一夜明けて。ただ本当にね、うん、強い人で、次の日から、あの、本当に気丈に振る舞ってくれてというか、涙見せることなく、もう頑張ると。どうやってね、治療していくのとか、まあ、これから僕らのこととか、今自分がやっていることとか、うん。 本当に冷静に考えていて、僕はなんとか、あのもう泣かないようにしようと思ってね、まあ元気にこう振る舞おうとは頑張っていたんですけど、彼女の表情を見るたびに僕は泣いてしまっていて、本当にね、あのー、情けないなと思ってしまいました。 はい、はい、はい。病院で再検査を受けて、えー、その、計画出るまで4日間あったんですけど、まあ4日間の間に、まあ僕は、本当にもっとやることあっただろうと思うんですけど、僕って、神様とか、まあ無神論者で、特に特定の宗教を信仰してるわけではないんですけど、その時だけは神頼みぐらいしかできなくて、本当にお参りに行って、あのー、なんとか彼女を救ってくださいっていう、 あのお願いをしには行ったんですけどまあお願いしてるにもかかわらず途中からなんかすごく怒りじゃないですけどなんで彼女なんだとまああの彼女って、まあ、本当に苦労して苦労してね早くのお母さんも亡くされてるし苦労してきた子でようやくここ最近自分のやりたいことでうん自立してやってきてまあこうしてね、まあ、付き合って あの幸せな時になんでこんな目に遭わせるんだっていう感じで僕は神様に八つ当たりをするっていうね情けない行動をとってました、まあ、その4日間の間に、まあ、あのハワイ島の動画でも紹介したんですけども、まあ、あのサヨちゃんっていう方がいるんですけどその方がねお店をやっていてそこで あのー、イベントをやると。まあ、内容っていうのは、ハワイ島で住む人たちの、まあ、生活であったり、そのお話が聞けるということで、まあ、あの前からね、行くことは決めていたので、まあ、せっかくだから行ってみようかっていう感じで行ってきて、まあ、あの以前ね、ハワイ島の動画でも紹介させていただいてるんですけど、ゼンさんっていう方がいたり、まあ、動画にはね、出ていないんですけど、ニック・加藤さんっていうね、まあ、あの、ハワイ島ではすごく有名な日本人の方がいて、 その方の話を聞いていて、すごく心に刺さるお話で、もちろんあの自然を大事にするっていうお話もあったんですけど、まあ当然じゃないんだと今こうしているのは。あとまあその瞬間瞬間を大事にするとか、うん、一日を大事にするとかっていうのは我々に刺さって、ニューヨーク行きっていうのは決まっていたんですけど、もし あの、検査結果が出て、病気が確定的だってなった場合は、もちろん、あの、ニューヨーク行きはキャンセルする予定だったんですけど、まあ、ハワイ島はね、どんなことがあっても行きたいっていうことだったので、うん。まあ、僕ももちろんそうしたいと思いました。まあ、それでまあ、ちょっとね、治療法とかも考えていて、やっぱりそのハワイ島の方の話を聞いていて、 まあ、何が正しいとかどういう治療法がねあの正しいのかっていうのは僕には分かりませんしどれがいいのかって多分人それぞれ違うと思うんですけど、まあ、あの彼女は、まあ、手術とか、まあ、薬とかを使わずに、まあ、自然治療をしたいっていう、うん、希望があってあの、まあ、彼女がそれを望むんだったらそれでもいいかなと思ってました。まあ、こういういきっっかかけだったからなのか わか,からないんですけど本当にねすごい絆が強くなったなって思いましたねうんまあそれでまあどんなことがあれ僕はもう結婚しようってそこで決めてまして彼女のお父さんは僕のことを考えていて、まあ、結婚を諦めてほしいと思っていたそうなんですけどうんまあ僕らはもうそんなこと関係なく結婚するっていうのはもうそこで決めましたそれで、まあ、4日経ち あの、検査結果が出たということで、僕たちとお父さんと3人で病院に行って、ああ、そうですね、待合室で待っていたんですけど、もちろん、やっぱりそういう時の時間ってものすごく長く感じていて、まあそれでね、まあ呼ばれて、えー、診察室に行きまして、まあ中入ってみると、まああの、ね、写真というかレントゲンがこうあって、まあ僕もね、素人ながらいろいろ調べていて、まああの、なんだろう、大きさみたいなのも書いてあったんですね。 まあそれを見た時に、あい大体どのぐらい病気が進行してるのかなっていうのが、勝手ながらこう想像して、ああそういうことかと思って、あのー、先生がお話を始めて、まあ難しい言葉がいっぱい出てきたので、僕全然理解できなかったんですけど、で、まあ最終的に、あのー、まあ先生が言われたのは、大丈夫ですと。あのー、 これは今のとこ、良性だって言ってくれたんですね。まあ正直僕たちってなんか、うん、その時全然すぐに理解できなくて、これどういうことですかと、大丈夫なんですかって言ったら先生が、今のとこ大丈夫ですって言われて、今のとこみたいな、すごくなんか、なんだろう、中途半端な感じになって、でも、 大丈夫なんですかって言ったら「大丈夫です」って言われてからもう僕たちはなんかもう涙ブワって出てきて。 いやあ。<laughs> すいません。あまあ、あのー、結果的に言うと、あのー、悪性ではなかったんですね。ただ、その、まれに、その良性だった部分っていうのが、悪性に変わることがあるので、まあ、これから、まあ、一年に一回、 まあ、ないし、まあ、半年に一回、経過観察していきましょうということでした。その病気っていうのは、もちろん、いろいろな事例があるので、すぐにどうのこうのとかいうことではなく、ただ、何年以内の生存率がものすごく低い病気で、お父さんも僕も彼女も覚悟はしていたんですね。あと、どのぐらいしかいられないんじゃないかとか、うん。 で僕、うん、もうお父さんはね自分の奥さんもそれで亡くしていて娘も同じ病気で亡くするんじゃないかと思っていて多分本当につらい思いをしてたと思うんですけどあのー、本当に彼女って運が強いし守られてるんだなって僕は思いましたでもやっぱり 今、良性でも悪戦になる可能性はあるということなので、まあ、これからね、あの、本当に半年に1回、検診に行って、どんな状況なのかっていうのをね、見守っていかないといけない状況です。今後、ずっと大丈夫かもしれないし、もしかしたら、次の検診で悪戦に変わってることもあるかもしれない。明日どうなるかって やっぱりわからないですしまあ僕もなるかもしれないなってるかもしれない今ねし例えば本当に事故とかっていうのも普通にありますしだから彼女と一緒に時間を過ごすために結婚することを決めましたまあそんなこともあったり、ねまあ、食事に関して興味が出たりとか、まあ、食生活ですね僕も 今年の頭かに、ま、尿路血液やらかして、あのー、今までジャンクフード、まあ、レトルト食品とかもふんだんにとっていて、まあ、あの、コーラですね。もう大好きで、まあ、結構たくさん飲んでたんですけど、今回の彼女のことがあってから、そしてま、一緒に暮らすようになってから、あのー、それで加工食品を取る機会っていうのは極度に減りました。そこでね、やっぱりビーガンっていう考え方とか、 あと、まあ、ベジタリアンとか、まあ、そういう食に関してもすごく興味が出て、今回ね、あの、りょうくんのところに行って話を聞かせてもらったりとか、まあ、オーガニックのものに興味が出たりとか。だから、不思議なもので、まあ、そういった食に興味を持ち始めた時に、ま、りょうくんに出会ったりとか、僕はやっぱりね、YouTuber としてもすごく尊敬してるし、なんだろう、まあ、映像美。 もうすごく尊敬していて、まあ、今回会いに行くのも楽しみだったんですよね。あとまあ正直200万人ぐらいいるのかな、まあ、その人とこうやってね間近でこうお話ししたり絡めるなんてめったにないしすごくそういうのもあったんですけどやっぱり食に関することとかに興味があったり、まあ、あの考え方とか うん、そういう話をね、たくさん聞けて、本当に良かったなと思ってます。まあ、だからといって、あの、すぐね、すべてを切り替えるってことは難しいし、今でも僕お肉食べますし、あとね、まあコンビニに行って、まあ物を買ったりもしますしね。うん、だから、すべてを変えるってなかなか難しいんですけど、まあ、なるべく、そういったものを減らしていきたいなと思っております。まあ、あとね、まあいろんな考え方あると思いますし、 これって難しいと思うんですよ。まあ先ほど言ったまあ自然治療であったり、まあこれも正しいかってわかんないですし、まあ科学的な根拠も出てないですし、やっぱり手術してまあ薬で治していくとか、まあ最新医療を使って治していくっていうのがいいかもしれないし、まあそれが合ってるって方もいると思うんですよ。あと、まあベジタリアンとか、 あの、じゃあベジタリアンが本当に100%体にいいのかっていうのも僕はわかんないですし、人それぞれ合う合わないもあると思うんですね。うん。まあただ、これをきっかけに、まあこういうことがあったことによって、視野が広がったというか、まあそういう考え方もあるし、そういう、あの、選択肢もあるんだなと感じました。これを動画にするのかっていうのは迷ったんですけど、 まあもしかしたらね、あの、同じような境遇の方もいるかもしれませんし、少しでもね、なんか、うん、おこがましいですけど、少しでもなんか気持ちが楽になる人がいたらいいなと思って、はい、今回、この動画を作りました。 まあ最近ね、二人の動画が結構多かったりとかってあるんですよ。まあ、あの見てる方からしたらね、何よろしくやってんだよという話になるんですけど、僕もですし、まあ、できる限り、二、まあ、人の思い出を、うん、残していきたいなと思っていて、まあ、なので、完全に市場が入ってます、ね。こんなことを動画にして、まあ、結局大丈夫だったんかい。 いう話なんですけどいや全然大丈夫じゃなくてやっぱり常に不安を抱えて生きているんですねなのでまあ一日一日を大事に感謝して生きていきたいとで僕もねやっぱりこうやって少しでも長く一緒にいられるチャンスをもらったのでやっぱりこう一日一日を大事にして生きていきたいと思いますお二人で幸せな家庭を築いていきたいなと思っていますまあ僕もね 守る人ができましたしまあ自分自身もねこれから飛躍していくので、まあ、いろんな動画に挑戦していきます、えー、キャンプも9月にね行きますなのであのキャンプ動画楽しみにしてくださった方もう少しねお待ちいただければと思いますそしてこれからも、えー、夫婦どものも <laughs> 頑張っていきますのでぜひね応援していただければと思いますはいそんなわけで 本日の動画は以上でございます、えー。結婚報告と、まあ、結婚に至る経緯ですね。長くなりましたが、この度もご視聴ありがとうございます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビートナイトでした。ボーイ。ああちなみにこれ、いいでしょう。餃子。 <laughs> ちょっと意味わかんないですよね。あの彼女が一番好きな食べ物です。